もう昨日もね、タクシーの運転手とジュニアがバトったのに、その時とかはタクシーのなんか地獄の空気やで、俺とミッキーと辻村さんって人とジュキアで4人タクシー乗って、ジュキアはブチ切れたの。おいって俺らもビッて、みんなビッてなってで、そっから3人はめっちゃ運転手に優しい、あ、大丈夫だ、僕たちがナビやるんで多いね、本当にまた違うのよ、これはで、昨日久しぶりに見たから、その女の子の前でもああいうことやんのかなって。そう、昨日久々に怒っちゃったんだ、ごめんなさい。ごめんね、言おうとすんね、ごめんね、みんな怒っちゃって。あのね、違うし大阪の運転手の方ってナビなしで行くし、まあもうマジでわかる、昨日ナビないですよね、うちの車って。そう、こういう人もいるでしょ。ちょっと待って、こういう人こないだなんてさ、カード貸して番号何なんか相性番号態度がちょっと悪い感じじゃん、うん、で、昨日もまあ1回そういう運転手さんいたの、うん、でも前たどり着いて、うん、で、また昨日その怒った人巡り合った時に俺がナビ住所言ったの、うん、そしたら、いやもうその歩いて行ける距離でしょこと言ってきたの。いやでも俺は分かんないんで、ちょっと住所言ってもらっていいですか、うん、そしたら、いやここ車入れないからって言ってきて、いやでも入れるとこまでお願いしますって言ったら、とりあえずどこって言われて、アバウトなとこだけを教えてって教えたんや。そしたら発信するやん。発信した時に住所どこですかって言ってくるんだ。で俺がさっき何回も言ったの、もう一回も3回目くらい、何の何の何ですって言ったら、あーなるほどって言って、ずっと入れないの、うん、で、いやいや分かるんすかって、うん、そしたら、いやまあちょ、まあまあ見て、でバーってやる、うん、いやナビ入れてもらっていいですか、分かってないから、うん、そしたら、いや止まらないと入れれないからね、そいつ止まってて動いてるタクシーに俺らはこうやってタイミング合わせてこうやって乗った、違うやん、止まってるタクシーに俺らは乗ったわけだよ、最初止まってたよタクシーなんで自ら、まあ発信しといて止まれなきゃ入れませんよ、ぶち切れて、おい、うんうん、お前さっき止まっとったかや、うん、そん時入れろやってぶち切れて、いやそれ腹立つやん、まあ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 向こう悪いでしょ、まあ確かにね、まあでももうその最後はもうさ、ちゃんとアフターケアのハグはアフターケアすぎるだろ、向こうもキュンとしてたからいいかなと思ったけど、この前あったのがジュキアがさ、いつもの この感じあるじゃん、トーアにちょっといじる感じを運転手にやってた、太郎にちょっといじる感じで、あ、お前うるせえ黙れよ、あるやんノリやってたら、太郎がマジで手をする怒ってた、うん、で、そのままいつも俺はサウナ行くんだけど、いや俺も行かない、で、車の中で編集したで、ここジュキアと太郎ってもう小学校からの友達じゃん、でもなかなか切れるとか気まずいやん、でもやり合ってたからすごいなと思った、その友達に切れるとかそんなこともうないから、俺とかには怒ってないけど、俺はちょっと気まずいから和ませようと太郎の話しかける、後半のやつ見てたから、え、それ何と思って、俺にもちょっと冷たいだから、あー悲しいと思って、俺そういう人がすごい嫌なの、例えばいじける人っているじゃん、その時にさ、純平とか優しいから気を使って話したりするの、でも俺からしたら、いやこの年になっていじけて自分から孤立してるなんてただのバカやん、まあね、まあ確かにね、ただの嘘書きでしかないやん、だから別に怒れたら怒ってバッて帰ってもいいし、怒ってもなおその場に居続けて、ただなんかもうさ、怒られた側もさ、対応わかんなくなってさ、今3人の状況でどう接すればいいかもう分かんないじゃん、あ、そうねそうね、そいつに優しくする意味が分かんないから、俺はいじけたらとことんそいつをいじめる、いじけてるの確定の上でこいつはさらにプッシュする、そう、知らないよお前がそういう感じなんでしょ、でまたなんかサウナとかも来なかったんで、サウナから戻った後、車から帰った後も、よいじけ虫危険な音かって、あ、でもこれぐらいのが確かに、怒られた側としてはやりやすい、やりやすい、戻ってきやすいやん、こっちの世界に、喋りかけない人の方が1週間とか長引いちゃいそう、いじける人が俺もよくわかんない、最近いじけたこと、俺はなんか本当にもうあるんですよ、それはアヤとジュキアとかグレナとかかな、から一斉にブスって言われすぎるとき、俺もう本当にいじけてんの本当に嫌で、あんま出さないよ表に、でも本当に嫌だ、心の中でいじけてる、いじけてる、それが大人や、大人のいじけ、まあ確かに確かに、子供のいじけはもう喋んなかったりするの、あれがもう嫌い。